おはようございます。必要です。今日もやりたいことやるシングルレートやっていきましょう。今回使いたいパーティーはあれですね。ここにもあるようにバンギードリューズマンダ、バンドリマンダですね。古き良きバンドリマンダ使っていきたいと思います。非常に環境によく刺さってると思うのでやっていきましょう。さて、月光がスカフだったら嫌ですね。まあ、考えていきましょう。そうですね。コケコめっちゃ刺さってます。コケコ入れる。そうだな。あと、ナットレイ用に真ん中、馬車、どっちか絶対入れたいですね。で、ミミッキュがきつすぎるのと、相手のコケコもどうしようかなって感じですかね。ここ、バンドリいけるか。ミミックの処理がちょっと厳しくなりそうですね。ボルチェンとかでなんとか駆使していきたいところですが、まあもうマンダとブルルかな。ブルルはないな。ここはちょっとバンギ出さなくて選出するのクソ微妙なんですね。ドリューズってミミックにも S 負けてますし、バーシャでいいか。これでいきましょう。対戦よろしくお願いします。ちょっと相手にコケコがめちゃくちゃ重たい戦術になってしまいましたが、まあなんとかしていきましょう。なんとかなれ。よろしくお願いします。さ、HJ さんですね。対戦よろしくお願いします。さ、マッシブン。わお。スーパーマッシブボディ。コケコ、フェアリー Z で落ちるんですかね。こいつの耐久調整ってわかんないんですよね。まあ安全に行きましょう。始まったターンばっかりなので、ここボルトチェンジで行きます。さあ、マッシ引っ込んだ。これはでかい。ナットレ。ナットバック。オッケー。美味しいですね。さあ、もう裏のバシャーモの炎技がめちゃくちゃぶっ刺さってるっていうのがもう分かってしまったんですが、ここバシャーモでいいですね。さあ、バシャーモメガ進化するストーンは奪われてしまいましたが、強さはまだ健在ですね。ここ有利対面作ってもらったので文字打っていきましょう。まあ守ったりするかな。そのまま交代で真ん中、おっといいんですか。メザコールの餌食ですよ。さあ、これで S 逆転したかな。モンジー燃えてもいいぞ。燃えましたね。さあ、弾バシャってバレた。燃えた。カル元気の威力上げる結果になってしまったんで、プレイングミスかもしれないですね。やばいやばい。まあ、ここは目覚めるパー氷で打っていきましょう。S はもう大丈夫だよな。こいつはバンクから持ってできたやつなんで、S138 大丈夫でしょう、多分。ここはメザ氷で。確か無邪気の S ブッパー、あと C と A にちょいちょいって咲いてたやつだと思うので、OK。あとメザパー間違えてなかったら大丈夫ですね。よーし。まあ、刺さってくれましたね、バシャーモが。バンギードリューズ用におそらく鋼タイプのナットレイと、格闘技打てる物理耐久が高いマッシュブーン連れてきたんだと思いますが、まあ、あだになってしまいましたね。ここは、バンダに引くんもありではあるが、まあ、ここは普通に、そのまま当てることを祈りましょう。大文字で。まあ、巷では炎 Z バシャーモやら、なんやらが流行っているそうですが、普通に両刀の方が、なんか刺さってんじゃないかなーって体感的に思ってますね。あと、膝よりバカ力の方が打ちやすいのと、バカ力と共存するのに特殊型を含む両刀型っていうのは、やっぱりいいもんですね。ここも大文字で。万が一外して地鳴らし、鉢巻き地鳴らしとかで、馬車も突破されたとしても、裏に、はい、交差選ばれました。裏にメガボーマンダの解放者があるので大丈夫ですね。さあ、対戦ありがとうございました。続けて潜っていきましょう。さ
さて、お相手見つかりましたね。クリスさん、対戦よろしくお願いします。さあ、お相手パーティーキャプチャーしていきましょう。スカーフランドロスってめっちゃ嫌なんですよね。どうしようかな。まあ、マンダから入りますかね。マンダで裏にバンドリ。もしくはって感じですね。まあ、バンドリマンダでいけそうな気がするけど、ちょっとバンギじゃない。ドリューズか。ドリューズで詰めていった時のラス1が、あれですね。鉄火具屋とかだったら、困るので、今回は、ブルルー出していきたいですかね。そうですね、ポケコスタートで、ポケコブルル、あとマンダかな。ドリューでもいいけど、マンダでいいか。これ行きましょう。よろしくお願いします。2つのフィールドをうまく展開して戦っていきましょう。よろしくお願いします。強そう。よろしくお願いします。おしゃれな T シャツをお召しの方ですね。さあ、スカーフ自身もしくはトンボ返り。まあ、出すなら、マンダですかね。まあ、流れとかも考えられますが、上から威嚇巻いていきましょう。まあ、この行動次第で相手の持ち物も分かりそうですし、さあ、どう動いてくるかなという見物ですね。お相手1599ですの方ですね。1600チャレンジの真っ最中だと思いますが、まあ、勝ちに行きましょう。僕も1700、目前なので、この動画以内で勝っていきたいですね。さあ、マンダ、どう来る？さあ、地震直帰かな？ちょっとわかんないですね、まだ。ここは、そうですね。敗北でいいかな？放射打ちたいですけど。鉄火具屋バック読みで。まあ、ハイボでいいでしょう。ここはメガ進化して、ハイバボイス、これでいいでしょう。何来るかな？まあ、かぐやですよね。まあ、出てくんならこいつやろうなと思いましたが。さーて、どうにかマンダでっていうか、マンダだけじゃないですけど、かぐや突破しないと厳しいですね。ハイボどんぐらい入るかな？あんま D には割いてなさそう。残飯かな？残飯ですね。さあ、メザ氷で処理されちまいかねない。ですが、ここは突っ張るべきだな。突っ張ります。放射で。裏のラス1次第ではありますけど、一応ポケコが全部上取ってると思うのと、ランドロスの相手は裏にいる、ブルール君でもできると思うので、ここは突っ張って、鉄火具屋の、を処理することが大事だと思います。放射。確認ですね。メザコーリじゃなかったらいける。よし！ないな。オッケーオッケー。メザコーリなかったみたいですね。ここはこのまま、放射でいいでしょう。守る。まあ、どんだけ威嚇入れられようが。大丈夫ですね。特殊型なんで。んで、残飯で回復。まあ、ここ放射でいいでしょう。まあ、バックしてくると思いますが、何が出てくるかなって感じですね。馬車とかはないか、ギャラか。ラス1ギャラでした。ここで敗北打ててたらよかったんですが。僕そんなプレイング上手くないのって。さて、ギャラが出てきたか。そうだな。使いどころなさそうなんで、ここら辺で、
ブルル切っていきましょう。リュウマイされようが、普通にその氷の牙されようがブルル切っていきたい感じなので、相手がどう組み取ってきてくれるかって感じですね。威嚇2枚ですね。さて、メガッタ。さあ、どう来る？肩破り。リュウマイ、割ってきましたね。あそこで舞う、舞ってくるのか。まあ、舞うか。さあ、グラスフィールド、駆使されていますが。ウッドハンマーでいいかな。ウッドハンマーで。ぶちかませ。このたぎる石をぶちかますんだ。いけ。かぐやバック考えられますかね。さあ、牙。耐えないかな。耐えますね。よし、こんな。溶けろ。はい。さて、お相手見つかりましたね。よろしくお願いします。たけさん、よろしくお願いします。さて、お相手のパーティーメモっていきましょう。パルシェンか。テテフパルシェンですね。まあ、すごい嫌いなんですが、まあ、こちらポケコとかブルルとかいるので、まあ、いろいろ書き乱していけたらいいかなーって感じですかね。そうですね、ポケコは出していくべきでしょう。ポケコバンドリュかなめっちゃ決まるの早いですねって言われそうですが、うん、これはそれでいいでしょう。ポケコバンドリュで。ポケコスタートでいいよな。うん、これでいきます。よろしくお願いします。もうちょっと馬車のことをよく見とけばよかった。馬車見えてなかった。やべえ。まあ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 、今回、あれ持ち物間違ってないか、この下の画面。あれ僕風船持たせてたっけ。ちょっとドリュー、持ち物見せてくれ。ああ、地面が落ちた。ちょっと、動揺が見られますね。滝さんよろしくお願いします。馬車も出さないでください。お願いします。やっていきましょう。あれ風船じゃないような気がするけど。今回のパティコンセプト、ブルルがグラスフィールド張れるので、相手のガブとかの自信を、ドリューズ半減で受けれるやんけーって感じで、確か地面 Z にした気がするんですけど、ちょっと、パティ確認しますね。さて、電気駆け巡る、ポケモン、ドリューズ。うん、地面 Z 持ってますね。よかった。一応大丈夫ですね。相手が守ってるタイミングで、Z、地面 Z を打てばいいので。ということで、コケコの Z ストーン、これ使えなくなりましたね。使い物にならない。使い物にはなりますけど、使いたくなくなりましたね。さ、突っ張ってきた、タスキか。バニーバックで。バニー。どう来る。さあ、カラヤブ、残念だな。君には去ってもらうことになる。さあ、パラメーターを急上昇させたところ、申し訳ないですが、砂鍋で。よし。これできるんで強いですね、もう結構、ボルトチェンジ。さあ、馬車かな。馬車かなって感じですけど、どうでしょう。ここで馬車いなかったら切って、持ってきてないっていう感じで見ても良さそうだな。聖剣耐えません。そうだな。ステロでいいか。吠えても良さそう。あ、イカ様かな。イカ様で。タスキケアですね。ジャックフォト。まあ、言うて。ここでも地面 Z 打ちたいですね。まあまあ仕方ないと。まあ裏にマンダいそうですね。ここはまあ地面 Z とか言ってられないでしょう。ここはコケ、ああまあドリューでいいか。
ットリュウ。さて地震だ。マンダいるんだったらマンダバックかな。まあ、ここ剣舞こっちが打ってくる可能性も考えられると思うので、相手結構考えてますね。まあ、タスキガルドだったらっていう理由で打ちましたが、おっと切ってきてくれましたね。ありがたい。よし、で突破ですね。処理と。負け筋はあります。馬車がいること。わかりやすいな、負け筋。よいしょ。マンダですね。なら大丈夫かな。ちょっと辛いか。こちら風船持った、割れちゃいましたね。じゃ風船じゃねえよ、地面 Z っつう。まあ、ここはなだれ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 しかないですね、なだれで。メガマンダに1回以上回れたらコケコが上取られちゃうので、まあ、それでもきついと。まあ、僕の勝機としては、なだれで1回以上ひるませることかな。まあ、このダメージ量にもよりますよ。3割ぐらい。ゆうまい待ってきた。ここひるませないとダメですね。2回かな。砂はあと2ターンあるんですが。舞うのも無理ですよね。ここは雪崩で一回引くありかもしれなかったな。ちょっとここミスかもしれない。あれ、アイヘ圏内かな、違うかな。ここちょっとミスかもしれないな。負けですね。電気消え去る。スカフじゃないんですよね、コケコ。残念だ。どうしたらよかったかなーっていうところなんですが、砂はあと3ターンあるので、威嚇解除するためにコケコバックするんがよかったんかな、正解だったんかなーって感じですね。まあ、地震と、これ耐えられないです。ですかね、そこでしょうか。威嚇解除してたら、相手今の HP 的に考えたら、雪崩2回で落とせてたと思うので、まあ、どっちみちワンチャンはらんでたも変わんなかったですね。まあ、ワンチャン狙えるんがバンドリのいいところなんですが、ダメだったようです。さあ、続けて潜っていきましょう。